日本徳島県小松島市芝生町芝生町は徳島県小松島市の町名。2016年2月末現在の人口は1317人、世帯数は510世帯。郵便番号は郵便番号773-0009。小松島市の北西部中央寄りに位置する。芝生山麓にあって、南は田野町に接し、西南部は芝生山地に囲まれており、 北は芝生川を境として、害の町と相対している。芝生山地の東部及び北部の山陸美高地に集落が発達し、集落の北部と南部は水田地帯が広く展開している。集落の中央を旧都境道が南北に走って、達江町に通じている。産業は主として農業で、米作のほか、みかん及びタケノコが生産されている。 弁慶の岩屈は横穴式古墳で、賢主席。また、旗山は、文治元年2月、自称、樹栄の乱の時、源義経が、摂津の渡辺の浜から荒海を都会して、屋島に向かうとじ、小松島に上陸し、源氏の兵を集結するための目的として、白旗を掲げたところと言われている。芝生川芝生村は、江戸期から町村制が施行されたにかけて、 勝浦郡に存在した村、徳島半領明治4年に徳島県、同年に名東県、明治9年に高知県を経て、明治13年に再び徳島県に所属。芝生は明治22年から昭和32年にかけて存在した大あざな。はじめ小松島村、明治40年により、小松島町、昭和26年からは小松島市の大技となる。 土佐街道に沿って集落が形成され、農業が主として行われている。水田による米作が卓越し、雲州みかんたけのこも生産され、大正期から肥料及び穀物用としてむしろ、カマスの生産が行われた。昭和32年より名称が芝生町となる。昭和45年に一部が大須町となり、現在に至る。畑山の源の義経像。 騎馬像としては、日本最大、ありがとうございます。